我らは剣王軍だ。逆らえば剣王様に逆らうことになるぞ。
三山両山派。やめろ。奴を倒せば好きなだけ褒美をくれてやる。どんな手を使っても奴をぶち倒すのだ。はっ。時は過ぎます。世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、死は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。
人類は死滅していなかった。世は再び暴力が支配する時代になっていた。すまないが、水をもう一杯くれないか。ありがとう、生き返ったよ。俺はケンシロウ、お前は？はっ、無理だよ。そいつは耳は聞こえるけど喋れねえんだ。ま、もっとも無理はねえけど、親兄弟を目の前で殺されちまったんだ。身寄りがない上、村では厄介者扱いだよ。そんなに睨むことねえだろ。つらいか、この子の幼い目は多くの地獄を見てきただろうに。喋れるようにおまじないをしたのさ。あと彼女の心次第だ。大変だ！シードロ、シードロ、奴らが！リンボ来い！お前も戦うんだ！てめえが殺されると分かっているもんで、鍵を置いていきやがって。核戦争、人類が犯した最大の過ちにより世界は破滅した。そして世界は暴力と絶望に支配される。屈強な荒くれ者は我が物顔で街を歩き、弱者は水や食料のために殺され、親を亡くした子供は笑顔を忘れた。この破滅した世界でか弱き人々は渇望していた。生きるほどに辛いこの世から自分を救い出してくれる救世主を、非道な輩に虐げられる毎日から解放してくれる救世主を、暗く閉ざされた乱世に光を灯してくれる
救世主も。そんな時だった。人々の悲しみを象徴した廃墟にあの男が現れたのは。やろう、ふざけやがって。お前はもう死んでいる。第1話、心の叫び。言っておく、北斗神拳は無敵だ。頼みます。
んだてめえは。ここはジードの縄張りだ。Thank you.
リンはきっとジードの親玉んとこだ。剣などガボ玉機関は喋った信じられねえ。貴様が俺の仲間をやったるわ。
古くからの言い伝えがある。北斗現れるところに乱あり。北斗神拳伝承者ケンシロウは自らが背負う忌まわしき定めに従い凛の村を後にした。先の戦いからついてきた少年バットと共に無限の荒野をさすらう旅に出る。ケンシロウとは何者なのか、なぜ戦うのか、分かっているのはただ彼が一見に全エネルギーを集中し肉体の経絡飛行に衝撃を与え体の内面の破壊を極意とする北斗神拳の使い手ということのみ。ケンシロウはひたすら荒野を歩き続ける。乱意呼ぶ北斗七星、行く先に光るは地に染まったサザンクロス。キング、蹴りをつけねばなるまい。北斗神拳、生きていたのか。第2話、宿命の再会。言っておく、北斗神拳は無敵だ。おい、あいつらキングの連中だ。関東一円を制圧する組織、まずいぜ。頼む、大事な種もみなんだ、返してくれ。種もみ、仲間が持ってきちまったぜ。残念だったな。次に死にたい。村の大事な種もみを奪われてしまいました。おいおい、まさか取り返せってのかよ。キングは生地の組織じゃねえんだぜ。種もみさえあれば米ができる。どんどり明日なんです。
おいケン、多分あいつらだぜ。種もみを奪ったって連中は。種もみだと？そんなもんとっくに食っちまった。気分次第よ。助けてくれ。次に殺されたい家畜は誰だ。貴様か。キングに喧嘩を売ったバカは、逃げればこいつら皆殺しにするぞ。どっからが本番よ。
キングの町。サザンクロスとは南十字星。それがキングの町の中。なんだよ。どうしたんだよ。その場でぶち殺せ。Yeah.
ちは行き止まりみたいだぜ。壁でも壊せりゃ進めそうだけどよ。君が北斗神拳とかを使う男かね。
すなわち南都政権だけだ。南都政権、私は今あらゆる憲法をこの体で殺してきたのですよ。ケンシロウ、久しぶりだな。貴様に会うために地獄の底から這い戻った。わざわざ殺されるためにか。ユリアは？ユリア、昔の婚約者が目の前で殺される、見せてやろうと思ってな。ユリア、俺だ、ケンシロウだ。ユリア！お前のことは完全に忘れたとさ。忘れてもいい。生きていてくれただけで。ケンシロウ、もう一度あの地獄へ突き落としてやる！
間には一生俺の技を見切ることはできん。この町のすべてがお前のものだ。どうだ、少しは気が変わっただろう。私の心は変わらない。心が変わらない限り、あなたは同じことを続ける。あなたとの約束を守れなかった。こんな町も、富も名声も権力も、虚しいだけだった。
欲しかったものはたった一つ。ユリアだ！どうやらここまでのようだな。だがな、俺はお前の剣法では死なん。俺はさらばだ、ケンシロウ。なぜだよ、なぜそんな男に墓を作ってやるんだよ。同じ女を愛した男。